はい、皆さんこんにちは。今日はですね、こちら東京の荻窪駅に来ています。この荻窪駅には中央線と丸の内線が出発をしていくわけなんですけれども、この荻窪から出る丸の内線の深夜に走る平日の2本のみ、なんと日本の定期で走っている地下鉄ではたったここだけしか行われないあることを起こす地下鉄ということで、今回はその地下鉄に乗っていきたいと思います。では今回もよろしくお願いします。こちらが地下鉄の荻窪駅です。左側に地下鉄がありまして、右側には JR があるということで、地下鉄と JR の改札が隣接している感じになっています。乗り換えもねしやすいような駅の構造になっています。では改札に入っていきましょう。はい、この列車がですね、今回乗車します中野富士見町行きです。荻窪始発で中野富士見町まで行く列車となっています。この列車が平日の夜たった2本しか走らない列車ということです。まずこのね、中野富士見町行きっていうのが2本しかないということでレアなんですが、この列車がですねどうレアなのかっていうのを改めてね、路線図を使って今度は解説をしてみたいと思います。ちなみに今回乗車する列車の前にはこのような新宿三丁目行きという1日1本だけの最終列車もこちら荻窪から発車をしていきます。02系のね列車が使われているということで、このね新宿三丁目行きの行き先もレアですよね。ちなみにこの荻窪駅、こちらの奥の方に列車が2本ほど置けるところがありまして、一番奥のところに丸の内線の2000系新しい車両が止まっています。こちらが激レアな新宿三丁目行きの表示となっています。この新宿三丁目行きは平日土日含めて朝5時台に2本と最終の1本のみということで、なかなかねお目にかかることが難しい行き先となっています。ではまずはこちらの新宿三丁目行きを見送っていきます。使われている車両は02系です。02系もねまもなく引退が迫っているという形になっています。続いて深夜に2本しか走らない荻窪からの中野富士見町行きの表示をご覧ください。これもなかなか荻窪では見ることができません。ではね、列車はまず右方向に向けて出発をしていきました。この右に向けて出発、皆さん絶対に覚えておいてください。景色がね今右に流れてますよね。次荻窪を出ますと南阿佐ヶ谷の方に行くわけなんですけれども、ここでね地図をね見ていただきたいんですが、普通に中野富士見町まで一直線で書かれているんですが、もう皆さん違和感には気づかれましたか？はい、ではねここでいよいよ説明していきたいと思います。今回何が一番すごいのかと言いますと、通常丸の内線はそう中野坂上から先新宿方向に運転していて、中野富士見町に行きたい場合はそう中野坂上から支線が走っているんですよね。ただこれは新宿方面から来た時にそのまま中野富士見町に行けるんですが、荻窪方面から来た場合はスイッチバックをしなきゃいけないんですよね。そう、皆さんもう分かりましたか？この地下鉄はなんと日本で唯一スイッチバックをする地下鉄です。ですからこの路線図を見ていただくと、荻窪が N01 からスタートして中野坂上まで6番まで数がね上がってるんですが、この中野坂上から数字がねバックして戻ってきてしまうと、これがそうこの指示ではまっすぐに書かれていますけれども、スイッチバックをしている証拠ということになっているわけです。こちらね新中野が M05 なんですけれども、終着 M04 ということで6に向かうのに終着は4番というホームになっているという違和感バリバリの、こちらがね中野富士見町行きの表示となっています。さて次が中野坂上スイッチバックをする駅です。このね今からの自動放送でスイッチバックについて流れるんでしょうか、ちょっとね聞いてみたいと思います。すごく聞きにくかったんですけれども、この列車は中野富士見町行きですとしかアナウンスが流れませんでした。スイッチバックの説明は自動放送にはないということみたいです。さて列車は中野坂上駅に登場します。右の方ですね、左から右、この中野坂上は真ん中が方南町支線向けのホームになっていますので、この真ん中に入線する必要があります。今左側の方からこの列車は入ってきたんですけれども、ここのホームに荻窪方面から来るなんて普通ありえないので、この入線が見ることができるのも平日のこの2本スイッチバックをする列車のみということになります。
では中野坂上到着です。駅ではどのようにアナウンスされてるんでしょうか。中野坂上、中野坂上、終点です。順序よくご乗車ください。2番線の電車当駅折り返しの中野富士見町行きですといった具合に、駅のね放送で駅員さんも折り返しの案内をされて、続いて自動放送も当駅折り返しという放送が何度ね入るという形になっています。折り返しなんていうのはね、まあ、終点で折り返しどこどこ駅ですっていうのはあるんですが、営業している列車で折り返しという放送が流れるのはこの中野坂上平日2本のみですね。今こちらね運転士さんをちょっとね後ろから追っかけているわけなんですが、そうこの折り返しにおいて運転士さんは通し業務をされるということですので、このね一番後ろの6号車から先頭の1号車の方まで運転士さんは利用されるということになっています。これもねこの中野坂上駅で2分間停車するんですが、その運転士さんの乗務員交代ではなく運転台交換という時間が取られているというのもなかなか見ることができない光景かなと思います。はい、そしてねこちら運転台の方に運転士さんが到着をされました。アナウンスの方では準備ができ次第出発というふうに流れています。ではちょっとねここで中野坂上のお話をしましょう。この方南町支線には目の前に止まっている3両編成のゼロン系がもともと使われています。ただ昔からこの中野坂上方南町方面は6両が対応で、そう中野富士見町行きは昔からね何本も存在していました。なんですけれども、そう今は方南町まで6両編成が入るようになりまして、一部の列車は6両でこのまま方南町まで行くんですけれども、今でもですね一部の車両は方南町と中野坂上間をピストン運用でこの3両編成の02系が使われるといった運用が継続されています。はい、ではねいよいよ列車は出発をしていきます。先ほどはね後ろだったところが今度はね先頭に変わりましたね。はい、この先この列車は荻窪方面ではなく中野富士見町方南町方面に入っていきます。線路をねちょっとね皆さん見ていただきたいんですけれども、先ほどは右方向ですね荻窪方面から入ってきました。今度は左方向この真ん中の方南町支線という方にこの列車は入っていきます。方面は同じなんですけれども、今度は支線側に入っていくという感じになっています。こちら支線側に入っても行き先のねこの地図の表示は荻窪からが継続して使われています。もちろんねこの荻窪から来るこの表示が出るのはこの2本だけなんですが、支線だけの表示にならないところが注目点ですね。さてこちらね中野新橋から次ね終点の富士見町側に向かうんですが、今度はね景色が先ほど最初に見た左ではなく右側に流れているんですよね。同じ列車に乗っているのにこんな経験なかなかできませんよね。ということで、まもなく列車は中野富士見町終点に到着をしていきます。少しね、自動放送をどうぞお聞きください。はい、ということでね、今回日本で唯一折り返しをする定期地下鉄の中野富士見町駅に乗車して中野富士見町までやってきました。この先中野富士見町から次は方南町の方に列車は向かっていきます。最初に少しね中野坂上でご紹介したんですけれども、方南町行きはもともと3両編成が限定で運用されていたんですけれども、こちらのねダイヤ改正されたところで6両編成も入れるようになりました。今回なぜ中野富士見町行きというのが誕生したのかということに関して、誕生というかねこの折り返しが登場したのかということについて説明すると、こちらの信号にこれね理由があります。今左側で入れ替え信号が点灯しているんですけれども、そうなんです、この中野富士見町には中野検車区という車庫がありまして、丸の内線で一番大きな車庫ということになっています。そのためですね、この車庫に最後列車が動いていた列車を入らせるために荻窪からやってきて、わざわざね折り返しをさせることで中野富士見町という行き先を登場させたと
ということになっています。ちなみに隣に泊まっていたこの02系の支線なんですが、方南町に行った後中野富士見町まで改装されてきて、ここからねなんと逆のホームをスイッチバックして中野検車区の方に入るといった運用も夜中にはね実はあります。この方向幕が改装になってるのをなかなか見ることはできませんよね。そう、この中野検車区は全てのね列車が最後入っていくといった立ち位置になっています。はい、ではね、今回ね日本で唯一スイッチバックをする地下鉄中野富士見町行きに乗車をしてみました。本当にねまさかスイッチバックするとは思っていなかったので、めちゃめちゃね面白い地下鉄だったかなと思います。ではね今回のね動画はそろそろこちらで終了していきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画がね面白かったという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではこの動画はここで終了します。バイバイ。